さあ A 番内ですが、アッシュナメットマン、サイソル、マチーノチーム対エタローシン、ゴンザブロー、ファースト、格好ラムレザルチームとなっております。先方戦は、サイさんのソロとエタローさんのシーンですね。例えば今日ツイッター眺めてたら、トウジさんでしたっけ、トウジさんが東京ヴェルディにレンタル移籍ってことで、私いつでもこのヤクルトスワローズからのオファーを常に待ち続けておりますので、どうかヤクルトスワローズの、球団関係者の皆さん見てたらよろしくお願いいたします。ヤクルトなら断りません。さあ、まあ、クソル君はね、広島をかなり熱望しているということで、ちょっと ヤクルトのギルティ勢からヤクルトと広島の選手が出るかもしれない。なんでもいきますね。さあ、ジャンプ B から砕けろ、まあ、それが言いたいだけの前振りでございましたが、本当にね、でもいいですね、東京ヴェルディが。メンタル席というか、サッカーとかね、そういったシステムは本当、先を行ってるなと思いますね。まあ、けど、難しい、野球のいいところは、まあ、けど、FA やらしな、まあ、そんな野球の話は置いといて、ウィークドライバーから、野球の話は止まらなくなってしまいます。止めて、さあ、追いかける、サインさん、最近。本当に強くなって普通に俺も負けるようになりました。ダメです、勝てませんって感じなんですけどね、その前には美味しくいただいてしまったので、これから一緒に頑張りましょう。かなり対戦してくれてありがたいです。さあ、そしてエタローさんはこん、あ、最近なんか動画で行くとなんかネタキャラ化してくる感あるんですね。エタローさん頑張っていきましょう。当たらないライド事件からのね、いいバーストでした。最近だいぶダイエット生活してるみたいなんで、あんまご飯食べないのがエタローさんなんですけども、ここでさすがにカロリー補給。さあ、ライオット、そしてグランドワイパー読みのジャンプ D でしょうか。オートバーソン、ガンフレーム燃えた、 S ハイホルダー落として画面端、ちょっとね、起き上がりは遅めですからね。この試合終わったらチームの方に合流しようと思います。ブリッツうまい、はい、さあバーションから足払いガンフレーム、おお、うまい、立ち合いからの前、はい、から素晴らしい最初ラウンドへ。そもそも球団がそこだからヤクルトは大丈夫大丈夫。そう、コメントくれて、おっと、おいしい、いい、すっげえいい指導だこれ。ガンフレーム、いってー、そら画面の先生、あーエッタローさんが、あ、ビュー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 、さあ、しっかり1、2の3、はい、ホイト、素晴らしい、勝っているのは再三です。だて、俺が勝ったら騎士の7のダウンを覚える条件だったろ。 Here comes a daredevil。Who dares to enter the mayhem? Ramlavel Valentine. ね、すごいですよね。素晴らしい。いい感じに暴れ潰しも見せてて、よかったです。さあ、中継出てくるのは格好ラムレザルですね。Heaven or Hell, Duel 1, Let's Rock。どうして？わー、シャーガイ選手、パフニールカウンター。ちょっとディレイかけちゃいましたね。本当は入るんですけども、落として前パン機関か、ガンフレー機関ミスかな。スタローにきちんパーソー確定取って、あー、機関するところ投げられた。ライオット失敗、 K が引っかかる。これは4ゲージ目からの広瀬 K が中断、これはきつい、これ死ぬか。下段投げ前からの下段でしたね。バス対策しながらまだ来てる。最後は空打 K かな。さあ、一本先生ラム、カッコラムレですね。おお、シルドで突っ込んできた。確定、足払い、置き攻め、おお、よくリボルバー当てた。下段通す、ハフニール、ダッシュ立ち合いにバースト、足払い、ハフニール、
いい感じに攻めてきますね。あーちょっと難しい。うまい、今のフォルトショップうまいですね。中段ここでバーソー、まあ、あれ指導最大ですからね。あーブリッツ爆声当たっちゃう。これまたハメ殺しか。下段さあどうさえそうどうする。あー当たっちゃう。これはおっとコンボミスか。しかし最後はジャンプ垂直ジャンプからの、着地いけたんですね。さて続いては、中堅出てくるのはヒラ社員じゃねえよ、これマスさんだな、マチーノですね。おおマジかよ今のちょっと運がなかったね今。バーソケバーソ大学のコンボからしっかり前向きも取ってますね、素晴らしい。あー P 連打、これが格好力、ちょっとバータイっぽい。下段ガード中段ガード、しかし有利フレなんですあれ。ダースヒットバーソー警戒しながらも繋がってる。下段トス、ここでバーソー、しかしブーメランで戻ってくる。これは終わるんじゃない。トランシーベッシタイプ選手の格好、そうですね中段は有利ですね。何フレ有利やったか忘れたけど3か4ぐらい有利ちゃかったかな。理想としてはあそこね、ガトリン中段来る前のガトリングを、ね、終わんないといけないですね。3有利、なるほど。ソルとかだったらね前のガトリングチョクったら助け確定なんで美味しいんですけども。さあ言っとる間にマチンの体力が溶けてってる。中段中段アイスラ大木キャンからの投げ方がブリッツで返される。おおマジか、表現差し返す。そしてピー暴れ、下段だぞこれ痛くねっか。おおちょっといいアドリブだったんですけどね。まだ来てる金バーソー、あー横気味になってる、なんか本人が見捨ててた。あーリバサーサーできる失敗からのコンボつながってねえよ。さあ勝ったのは格好、人間か人間じゃないかは人間かそうでないかじゃないみたいな。 Here comes the daredevil. Who dares to enter? でも格好さんね今すごい頑張ってますからね。 T すげえ擦るけど。さあ、続いては大将出てくるのは足花ベットマンですね。ラムレザル対ペットマンってよく分かんないんですよね。ジャンピーカウンターからの初手取っていくのは足花ベットマン。あー P ジャンプ P すごい強いですよねこの技。ジャンペースカウンター美味しい、きっちりダウンを取る。オキデメ中段ガード、おっと足場で出してしまいましたね。ここでバースト、あーカッコさん芋バーストからのタスク C 締めてオキデメで、タスク A ダッシュだ、デジャブじゃねえわ。シールドオキデメ中段、おきっちり痛いパズル入れてきますね。おきでめ、おいエースえ何今のエースエース仕込み投げかな。ブリッツ端に追える、さあゲージがないぞ、つらい。これ中段しゃがみからつながります。さあここで命がけのバースト、しかしハイスラケン発射ですね。さあかっこリーチ、わあ開幕デンジャーでした。あージャンペースモータルからの、しかし立ちくらい、おきっちり体育出してたけどもちょっとコンボミス、勇気出して暴れたな今。
美味しい。これは剣発射が当たって、やっぱラムネガの攻めこの端まで持ってくるとか強いですよね。前はい、助けロマンから端に持ってく、下段ガード、しかし投げ、あ、なんか投げ暴れが見えたぞ今でもしかも前入れてたってことだからね、あれ剣発射が出てるってこと。投げる、これは厳しい。さあ11、あーなんかちょっと深い読み合いがあった中段ガード、さすがに踏んできた、こうです、あーぶり返ししちゃったね。お、なんか補正切りっぽい。さあバースト対策のロマンでしたが、遅らせてバースト、あーピョッター、マジかよ。金 S からこれは出すと S ハイまで。さあということで、1回戦はエタローゴンドブロー格好チームですね、おめでとうございます。今の私には違うがわかる、それを教えてくれたあなたがなぜ母さんの味方をするの。さてちょっと他の筐体まだ対戦中なんで少々お待ちください。あ、ジャニオさんのとこ終わりましたかね。あ、はい、ギルティギアエグザー、ジョニオさんのチーム連戦ですかねこれ。はい、じゃあです、ではですね、ジョニオさんのチーム と、エタロさんのチームちょっと連戦で申し訳ないですけども A 番台でやっちゃいますか。そうですね、はい、まだ抜けられませんか。難しいね、あのベッドマンという少年僕と同じタイプのようだ。では時間を稼ぎます。いや、ジャック王を使おう。ジャック王、時期尚早では。慈悲なき刑事の行動も早い。エルフェルトがジャスティスと融合すれば全て終わりだ。わかりました、ではイノに命じます。これで我々の未来も決着がつきます。背徳の炎はいかがしましょう。協力を仰いでくれ、後で僕から説明すると。さて、影響体準備ができたら、スタートボタンを押し始めてください。2回戦ですね、1P 側が、エタローシン、ゴンドブロファースト、格好ラムレザル、2P 側、ホヒコラムレザル、ボンドカイ、ジョニオジョニーですね。先方戦は、開幕ランクダウンマッチに出たエタローさんと、ホヒコさんが先方で出てくると。さあ、行きましょう。新ラムレザル。ああ、開幕いい感じにゲージ溜まる。ああ、なぜかカウンターヒットしちゃった。ジャンプ 8D から、これは
勝利警戒からの、あ、なんかいろいろ噛み合ってる、いろいろ噛み合ってる、きっちり、あー、ピョッター、最大ためブリッツからのもう一回ためブリッツ、さあパーフェクト一本選手、第2ラウンド、シールド、置き止め、裏が、裏中段ガード、ジャンプした D、ジャンプしたDのダメージでかいんですよね、50と。空中シールドからキッチンタッチパンで拾う。ゲージめっちゃ溜まってる。置き止め、ゲーダン、まあ、見えるわけねえよね、これ。あ、バスト成功。あー、ジャンプ入ったらカウンター、これ2連パーフェクト、2連パーフェクトで、ホヒコラムレザの勝利。あ、新兄弟終わりましたか。純さんのチーム勝ち。はい。じゃあですね、B 兄弟で、面積側ね、B 兄弟で、ロイさんのチームと、純さんのチーム。ロイさんのチーム、ロイさん、KT さん、メイマスさんのチームと、純さん、太郎さん、ヤブさんのチームね。Heaven or hell, duel, duel, one, one. Let's rock. Counter. FE さん勝ち。はい、ちょっと FAB さんのチームはちょっと一回お休みということで、ヤブさん、これ配布もやっちゃっていい、これ C 兄弟、C 兄弟でやりますか。じゃあ、C 兄弟配布、野良猫さん、雄三さん、ゆうまさんのチームと初代さん、矢車さん、銀河さんのチーム、 C 兄弟ね。で、 D 兄弟、 D 兄弟、レイ、ね、羽生さんと、TKC さんとゲノチュウさん、TKC さんのチームいる？いる？ OK、はい、で、対戦相手が足花さん、サイさん、マチさん、足花さん、サイさん、マチさん、いる？ OK、いる？あ、で、そう、一番奥です。さあ試合の方見ていきましょう。1本取ってるのはゴンドラホーズ、なんか ハンマー3連発ぐらい当たってない、これピヨることない、だいぶ危ないよ。あー、やっぱピヨった、前はいい装填までなんかポンポン、まあ、パイフで返されてるよ。人間を敵視する者が感情や決断で人間を忌避していないとすれば、世界が Here comes the daredevil。さあ中継戦ですね、出てくるのは、ポンドさんの回ですね。中継戦か、カイファウソですね。さあいっぱいシェル作って、毎晩きちんと出しますね。あー、レレ当たる、これ爆発し、あー、繋がんない。お前、きっちり、はいよ、空中チョコが死んでますね、素晴らしい。おー、シャカハイが起きちゃったけど、ここでバソー、あー、かみった、サンリッパーとドリルキック中断、
手しこもミス、シャガハイから中段、これ繋がる、繋がった、しかしちょっと信用できなかったか、肘 上見てますね。メインエースいっぱい当たる。さあかなり苦しい状況、きっちりホールドストップしながら前に出るがなかなか厳しい、バネに乗ってしまう。おきっちり前パンインエース、ディッパーでダウン取る、おやすみシキンエース、ディッパーローマンから前に出る、グリードガード、タッチパン確定ですね。さあ一本選手、今度ブロー、いい試合でしたね、1ラウンド目。あ、辛かっただろうけど、カイガワは確定、1打ち系からここでバースを成功、シャガハイ打ち、しかしブラックホールが邪魔してコンボできない、シャガハイ置いてた、投げてリーバーサライド、お、何それ、下段が通って置き攻め、ここでデッドアングル、ペーパー警戒のシャガ系前ハイヒット、ゴミダウン取って置き攻め、いや中段とこれはかなりやばい、あ、これ赤いやつだよね、爆発するね、当たっちゃうよね。さあ勝ったのはコンドブロファースト。Here comes the daredevil. Who dares to enter the main? Johnny Ship 2. Bow versus Johnny. Get ready to run.さあ行きましょう、ゴンザブロー VS、ジョニョジョニー、イーストファイナーレベル3にする。さあレベル3になるとね、やっぱ攻め継続はやっぱ強いんでね、相変わらずドリカにきっちりバックステ回避からのスパに対してタッチ系下段させる、おき記事調べてますね、前系ガードシャドウに前パン、いいですね、確定、これはダウン取れない、投げてのファースト、ドリカンガード、今度外してしまった、結構いけるぞ、あジャンプティーからごまかしてここでバスト、エンエスロマンからタッチ系まで、さあ今度ブローリーチ、イスファイナこれ、おお、マジか、当たるんか、あれ繋がんのかよ、あれスパイ空中ヒット、しかし結果的に安くなった、足払い装填、ドリック前系きっちりも投げに前系を合わせる、ジャンジャンプにバース合わせて、しかしゴンザボ体力が少ねえぞ、レレレ3連発、お、うまい、これきっちりステトレハン、はい、なるほど、そしてつながるのに、しかしあいねー、あ、何か下段ミス出しちゃった、中段ガード、めっちゃ前に走ってくる、中段、しかしチビがちょっと邪魔しちゃったか、どうする、お、うまい、きっちり仕掛けから入れる、おお素晴らしい、きっちり愛を空中ガードしてからのジャンプティーですね。さあ1-1、シャガハイカウンター、これバースト使わない、まあ、メディア出てますからね、おきっちり前系にさっき暴れられたんで爆成しましたが、おーブーメランで、ブーメランっていうかやれあれだね、軌道の関係で戻ってきたね、じゃあはい、おきたち系
しかしここで金馬装竹井城かなり有利だぞ。これ浜井攻め成功。2段ジャンプの上にバーソー爆戦引っかかる。俺の対策のしゃがけも兼ねての下段しゃがれすダウン取る。置き止め。レベル2か、レベル3だね。失礼。させ投げからのジャンプティー。ミスキャンジャンプティあれ C 筐体終わった。まだ終わった。あ、C 筐体終わった。は、早っ。え、早くない。え、C 筐体終わんの早っ。さあ対象戦ですね。格好バーサスジョニョ。あージャンプ早いぞ。カウンター。あ、でも繋がんない。マジで、なんで繋がったの。繋がんなかった。でもカルバトス、これ死ぬ。あー死んじゃいそう。サイプン先生、格好シールドか。ここでバスト空投げ。おー金エス暴れからの、なるほど、前ハイミスつながるのね。ダウン取っておきてめ。ゲーダン刺さる。ダウン取れない。投げ素材。お互い様子見からの、はい、きっちり待ってました。ブリッジ成功。俺のな警戒から爆出ししてた。しかし安く済んでいる。うまい、きっちり暴れてる。確定、素晴らしい。地上つばいからの空打 KD、なんで空中ミストファイナーか。名前がなんかそう出てこないの。ポイントいく。さあレベル2になる前にバスト、素晴らしいですね。まあ、読みのところもあるんですけども、これ投げ返す、素晴らしい。ちょっと怪しい当たり方してるけども、ダウン取れない。さあちょっとジョニーちょっとコンボが怪しいぞ。さあブリッツ失敗からの釣れませんでした。セトレハンハンバーガー奪って、さあレベル2状態からさあ過去苦しくなってきたか。前はつながない。金バス成功。まだあるか。さあ前パンタイクきっちり待ってました。ジャンプハイザだから空中下段ミスファイナーまで使ったのはジョニオジョニー、素晴らしい。喧嘩は勝っても売る側には回らない。ハッピーエンドの条件はハンサムが勝つことさ。ジョニー、ウィン、ストレイク。ずいぶんと貫禄が出てきたな。大人の剣になった。だが大人の負け方だ。何か別の力を隠してないか。
この後はですね、現在 B 番内でやってます、太郎さん、しゅんさん、やぶのチームと KT さん、ロイさん、メイマスさんのチームがやってるんですが、その勝者のチームと、FAB さんのチームを A 番内で行います。で、そのチームと、あ、そのチームの、その試合の勝者と、うちのチームが対戦して準決勝となりますね。よろしくお願いいたします。Guilty Gear Exile Revelator。ここやって勝ったチームとここ。まだ抜けられませんか。難しいね。この間ですね、土曜日ですかね、久しぶりに自分その日珍しく早番だったんで、仕事上がった後に竹谷さんと対戦してたんですけど、まあ、竹谷さんと対戦するとき基本的に超下に殴ってお互いに超ゲラゲラ笑いながらやってるんですけども、コメント欄見たらなんかこの世の終わりのような、マジ店員なのにこういうことすんのかよ、最低だな、死ねみたいな感じのコメントですごいあって、いやなんか本当に大変申し訳ありませんでしたっていう気持ちになりましたまあ A 問題で、まあ A 問題でこういうふうにも楽しむのありだぜみたいな感じで遊んでたんですけどね、ちょっとさせんみたいな、あけど竹谷さんだけは許さないって決めてるんで、竹谷さんは常に勝っても負けてもニコニコしているスーパーエンジョイ、いい意味でのねプレイヤーなんですけども、その竹谷さんを悔しがらせるためなら何でもするっていう感じでね、ボコボコ殴ってたらだいぶ面白い戦いでその日は盛り上がりました。いや全員がルールとかじゃなくてまあ大会とかはね気をつけましょうね。でも別にノジアイだったらもう基本好きにすればいいと思ってるし。さあ A 番内移動していただきましょう。勝ちましたのは太郎さん、純さん、ヤブのチーム対、レイカー、エルフェルト、 FAB のショノキン、ブップンコミディアチームが A 番内で試合です。そしてロイさんのチームですがルーザーズ行きとなります。はい、こっちを倒して負けちゃいます。大事なことなのでみたいな感じで報告されても確かに、まあ、しかしでですね、こうなるとユウゾウさん、ユウマさん、野良猫さんのチームがすでにルーザーズ1試合終えておりますので、このチームと、ロイさんのチームが試合をしていただく形になりますので、 B 番内で野良猫、レイブン、ユウゾウ、レオ、ユウマ、ジョニーチーム対、ロイ・ソル、KT ・ジャック王、メインマス、レイブンチーム、よろしくお願いいたします。相手がいない、 FAB さんが太郎さんにプレッシャーかけてますよ。縦社会ですね。ポチョやめます本当勘弁してほしい、ポチョやめます太郎さんがファービーコッペはマジ面白いですよね。ファーブロスコファーはやばすぎますよね。俺にジョニーを教えてくれた白天さんで、白天先生っていうジョニー使いがいるんですけど、白い天使みたいな、そんな感じだった、白衣の天使だったか忘れましたけど、その人がですねファービーのモノマネ超うまくて、大学時代どうですか、何年前だ、10年ぐらい前か、俺が高校ぐらいだから、一生そのモノマネしてるの見て笑ってましたね。なでなでしてーつって、叩きつけたらあれ面白いよね。さあ行きましょう A 問題。太郎ポチョムキン、ジュンミリア、ヤブエルフェルトチーム対レイカエルフェルト、 FAB ポチョムキン、ブップンコミディアチームの試合となります。先鋒戦はヤブエルフェルト対ブップンコミディア。
ヤブは今日ちょっとね、実は朝ちょっと体調悪めで、あー今日大会死ぬかもって思って、あの忙しいんだけどって言われたんですが、ちょっと頼みを来てくれよって言ったらね、来てくれた、いいやつなんですよね、エルフェルトスカイです。はい、D1 内終わりましたか。はーい、あーは、あれマスター2人いる。ゲノチューさんのチームは勝ち。はーい、オッケーです。ゲノチューさんのチームは敗者復活決定戦進出となります。あー見えない。さあ、ブックンコさん、ブラック RX っていう感じなんですけども、仮面ライダーですね。ヒーロー戦記ではだいぶお世話になりました。変身する理由がゴミ捨て場に捨てられたら太陽の光をベルトに上げて気づいたらパワーアップしてたぞっていう超やっつけな変身理由をね、仮面ライダー知らない私は信じてしまいました。コウタロウギャグが面白かったですね。さあ、これバスト、ヤブフェルトってね、エルフェルトの好きなものっていうのがヤブイノってあるんですよね。自分のことなんじゃないかってね、ちょっと気持ち悪い瞬間がありましたけど、元気でしょ。おお、つく、ブッポコさんがハイスラッシュめっちゃこすってるんですけど、P ボタンが格好さんだとするんであれば、ハイスラッシュボタンはかなりブッポコさんがありますね。ただマシャボーさんの信者らしいんですけど、マシャボーさんはこんなプレイしないみたいな感じで、ヒエみたいなコメントつきそうで面白いですね。あー、画面端追い込んでローマンキャンセルからマイケルからカード、エンディングレース2敗戦から足払い。ちょっと待ってくださいよ、今の見ましたか。みんな、あーすごいな、黄色く見たいな、やけどすごいですね。あーと、ブッブコさんが動揺している。いや、しかしハイスラッシュだ、ハイスラッシュを信じろ。画面走り、わーで、ダウンゴイチだ。FAB さんがね、腕組んで後ろから多分手元見てるんでしょうけども、渋い顔してますね。さあ行きましょう。ブッブンコさんと太郎さんどうなるでしょうね。おお、すげえ耐えた。太郎さんそういった人の癖を、ね、見抜いてそこをガチガチ攻めていくのは得意なプレイヤーだと思うんですが、やっぱ江川さんその潰す技が難しいかなと言ったんでしょうね。確かに拾って S ハイスラッシュハリーからうまい。ただしっかりしております。守りに守るとハイスラッシュ、うわーって感じなんですけども、うげーた、うわー2回入って次は上かな。いや、マックステップハイスラッシュだ。 S ハリーから画面端落としてガードを固めてデッドアングル前ハイスラッシュ、バックステップ、バックステップ超空中がうまい。あー足を打ちかーい、ブリッツを狙います。ここは当たりません。デュオ大難度、うおこれ普通のさん嫌なタイプでしょうね。太郎さんのポチョムキンだいぶ攻めづらそうにしてます。さあ、しかしシークレットガーデンゲージは溜まっています。うまっ、見ている、吹っ飛ばして追いかける、追いかける、マイケン、あー背負ったーか、できるか、すげえ、やった太郎さん、かっこいい、まとめの方が間違いなーし、かっこいい。これ赤と緑でね、左右で切ってもらってコンボムービーみたいにしてもらうと私興奮します。近接で手数を売りにする相手は存外怖くない。お前の攻撃の回数はそのまま。 Here comes the daredevil。俺この間チャップさんの応援をロイさんがしているときに、そのキャプツバのって言ってたんですけど全く分かんなくて調べたんですけども、やっぱり俺ダメでしたね。調べなきゃ。オープニングテーマらしいんですけども、思い込んだらの方なら思い込んだらなのか、思い込んだらなのか、オープニングの映像がね
謎が謎を呼ぶ頑張れドカベンでございます。さあ中堅戦、今日の名前はレイカさんのエルフェルト、怪人二重面相みたいな感じですよね。二重面相でしたっけ、二重面相じゃん。ああ、バス追われた、ジャンプにまずい、クチバシが中断になっている。ドーンがプライダル、ショットガン、ショットガン、ショットガンから突き上げ、ショットガン、ショットガン、ショットガンからポンと投げて足払い。さあ、徹底されています。投げている、しかしバックステップも強い。おっと、このヒートで掴んでる時に相手がプル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 ってするのがすごい好きです。なんかエルフェルトやってるとギャグにしか見えないのがいいですね。アクセルあたりもポイント高い。ああ、しかしここは爆発してしまう、きつい。レコピン返して追いかける、追いかける。うわ、こんなに重装備なポチョムキンを打ち抜くこのビール、やばいですね。おいしい。あ、ポチョムキンバスターといったいところでした。ここはちょっと狙いを微妙に遠かったからな。ポチョムキンは歩きが限界ですからね。ハンマーホール歩いてキンバス確認からハンマーホールなんてできたら人間じゃないですからね。あ、いたいたいた。うお、ブライダル画面端、ブライダル打つコンカツトップとかのすごいですね。ネーミングセンスが神がかってると思います。一番好きな技かも。うわー、ポチョムキンバスターからの 2K で拾える、調べているゲージも溜まるか溜まるか溜まっているが、ここは残して、おマイハイスラー、マイ K などなくともっていうところですね。今の距離であればされなかったってちょっと安心する、ガードを固めるいい間のずらし方でした。いってー、うまい、繋がった、優勝コンボ。おお、なんかプレッシャーがすごいぞ。あー、ポチョムキンバスター覚醒。さあ、バーストあるが、このバースト使い方ミスったら危ないぞ。投げている、回せ回せ、あー出なかったか、出なくてよかったか、エース。しかし繋げて、ジャンプリーから端投げて、空中ダッシュが中段の起き上がった瞬間に中段飛んでくる感じですね。わー、呼んでいる。さあ、プレッシャーかかってきたぞ。わー、終わった、勝ったらダロムドミー、強すぎるぞ。さあ、赤と緑、確かに飛び道具ならば遠くから。さあ、ポチョムキン対ポチョムキン。ザク対ズナのね、どちらが上かみたいな、どっちが機動力あるか、ゴーストファイター。言いたいだけ。いやけどこれわかんないぞ、ポチョムキン同系打線なんてほとんどやらないでしょうからね。投げている、バックスを読んで2ピー通して、まず攻めているのはタロー、ポチョムキン、タローさんもずっと投げキャラ一筋捉えていく。そう、投げキャラ戦はね、お互いにどうでしょうね。けどタローさんの方がなんかすごいこういった同キャラ戦は得意そうな印象ありますね。あ、やめてって言って、マイケおいしい、やめてくれた、本当に優しい。さあ、さあ、捉えた、うまい、読み合い、キルキャンセル。さあ、ゲージがない、この残したゲージ、マイビー、立ち合い、ヒートエクステンド。さあ、どうしようか悩む、ちょっとここは悩んだ。メガフィスト、あと一発か、どっちだ、飛ばした、ジャハイからの、ここはおーっと、まず一本セーフ、アローポチョムキン。え、どっちかしました、これロイさんのチームちょっと盛り上がってないとか申し訳ないですが、敗者復活戦ゲノシューさんのチームと B 番の試合です。さあ、ケツバウ、おーすーげー、ポチョムキンが跳ねています。さあ、試合さら、いや、しかしここまで来たらもう相手逃がさないでしょう、FMB ポチョムキン。
相手の前は自分の前にしかしストレートヘッドをマークをしてジャンディ、うわあこれが性能の差か一緒マジっすか、3倍早いに P が出てるかと思ってました。さあタチケイネス、アシュライから画面端、エンゲス、ニエス、フィンガーフィスト、あーやばい、速い、タチピーが速い、これが3枚、あーやはり量産機なのか、頑張ってほしい、最初ラウンド。タチピー、アイヨシー、飛んでいけ、負けず、おお驚きのデコピン。足払いからカメラシンチャーエースが通ってダストアタック2杯2杯前杯ヒートエクステンドから置き攻めはあー勝ったのは FAB ポジションゲインです。さあ頑張ったと誰かが肩を叩いていきました。一体誰なのか分かりません。ちょっとね、あの地上戦仕様のパーツに変えるのが間に合わなかったですね。 F 型でしたね。 J 型に変えることによって地上でもっていうね帰ったら GG でやらないと。さあしかし最後に同じレッドカラー純ミリアが残ってます。まずいです。ババババーン、ガード。さあ針の上にジャンプでもーすが、これ回収はできるでしょう。じゃあはい、いや単発が痛い。ミリアは本当に難しいキャラだなーって見てると思いますよね。本当に始めた人はだいぶ苦労するんじゃないかなと思いますけども、この針をまず使えるようになるとね、勝てるようになってくるんじゃないかなって印象なんですけども、ただその針が通らなくなった時はじゃあどうするかっていうところで、ね、こういった動画を見て勉強していただければなと思います。これは全く見ては分かりませんので。さあ着地投げ、これ純スペくるんじゃないですか。画面端、あー対策されてた、さっきの試合でやってるの見たから、あーバーストよね。僕の言いますは実はですね、高速落下からの上りジャンプ系が高速中断になるっていうことなんですけども、タンデムがやっぱ重なってしまうんでブリッジに弱いっていうのが欠点なんですよね。でそれをさっきのじでやってるのを見たんで、これもうガードしてますね。そういうことはもう下段取ってしまって恐ろしい状況になるんでね。いってヘドバンス、いやーバーストいいバーストでしたね。タチケ、いやここは返さない、いい判断でしょう。ゲージを残して置き攻めにバックステップ読んでいきます。デッタングル、ちょっと怖い展開ですが空中ダッシュ、ミリアの特性として空中ダッシュが2回できます。それをしっかり利用して、おっとノーマルヒット、ブリッジが出なかったか。ジャンディーから落としてゲージはどうする、前はいもうちょっと怖い、マシュライ、おぉギャンギャン間に合え、あ間に合ってしまった、間に合ったというか間に合ってボタン連打した技が出てダストアタックというかなりかわいそうな当たり前でしたね。勝ったのは FMB さんのポジョンキンです。おめでとうございます。だいぶ頑張りましたけどね。さあそういうわけでいきましょう。 A 番内でレイカー、イルフェルト、 FAB、 ポショムキン、ブッブンコメディアチーム対、ジョニーオジョニー、ポンド、カイ、ホヒコラ、アムレザルチームです。任務完了、了解だ、次の任務だ。はいはい、洗練されていない、ホヒコさん、ホヒコさんいる、ホヒコさん、エルミリアポチョムキン、何も言わんとこ
で、ラムレザル対ジョニー。Guilty Gear Exile Revelator。さて準決勝ですけども、これ先鋒戦誰が出るの、ま、決まってる、まだ決まってない。難しいね。あのベッドマンという少年、僕と同じタイプのようだ。では時間を稼ぎます。いや、ジャック王を使おう。ジャック王、時期尚早で慈悲なき刑事の行動も早い。エルフェルトがジャスティスと融合すれば全て終わりだ。わかりました。ではイノに命します。最近ホヒコさんの偽物みたいなのにツイッターフォローされたってコメント流れてるけど、ホヒコさん偽物なんていいの？炎はいかがしましょう。協力を仰いでくれ。後で僕から。あ、なるほどそれアイコンがヒコニャン。あ、なるほどね。はい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 、はい、わかるわかるわかるわかったわかった確かにね。あ、理解した理解した。確かにね、あのアイコン見てるとホヒコさんって思っちゃうもんね。さて、ツイッター間にほんまに出てきたぜ、ホヒコラムレザル。ワンピーが、ぶっぷんこみたいですね。さあ行きましょう、ミリア対ラムレザル。あー、弱気に爆死したところ当たってしまうが、最初バースト使う。おお、バースト早いよ実況する前に もうバーストがめっちゃ速かったもん。あー、足払い足払い、さすがマイナス1。 お前ら喧嘩か喧嘩か。さあ、テートの前に大ダメージ与えてるのはホヒコラムレザル。大きい全部、はい、ブリッジ失敗。これは殺しきったでしょう。タッチハイ、カルバトス、ブシャ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 と、はい、一本手順、ホヒコラメダル。さあ、でもやっぱりラムレダルのコンボってね、バスゲージやっぱ与えちゃうね、すごく。足払い、めっちゃ足払いこする。しかも飛んで逃げる。あ、立ち合い、お、きっちり出すガード、ダウルを覚醒しないか、いい判断なんですけどね。あ、なぜかカシオさん当たりに行く。さあ、めっちゃ走る、飛び込み成功からの、あ、タッチ系体育、しかし位置入れ替っちゃう。これ、なぜかガードしちゃう。下段通してここでバースト。あ、立ち合い、もう気合入ってますね、あの立ち合いすら。僕ああいう気合入ってるの大好きです。まあね、ちょっとね、さすがにちょっとね何も言えないわ今の。さあ、足早からちゃんと重なる置き攻め、これは殺しきれるかな。あー、投げこすり、これはおお、空投げ失敗からの機関から降りて、安全に降りて、エース、あー、エース。さあ、肩のホヒコラメダル。いやーね、2ラウンド目ね、立ち合いすら5回ぐらい見たよねまあびっくりでしたね。まあ本人もね、あの迷うぐらいだったら押すって言ってたんでいや、いいと思います。まあ今回結果的にね、まあ、どこで振ってんだって思いましたけどすいません、今正直な感想ですどこで投げこすってんだといや、だって明らかいなかったからねうん、多分ね、すごかった。いや、自分の投げをあそこまで信用できるプレイヤーもそうそういないですからね。さあ、サイトルマンに、中堅出てくるのは、レイカ・エルフェルトですね。ジャンベスカウンター、初手取ってくるのはホヒコラメダル、設置して、起き上がる予算で重なります。多分、分かりませんけど。ジャンベス、シャーガイス、おお、これはちょっと。あんまり美味しくなかったような気もするけども、めっちゃ気にしたまったんでいいでしょう。おー、美味しく当たったら、お、うまい、素晴らしい。ダス当たって、トランシ、これは殺しきれた。素晴らしい。サイパン選手のホヒコラメレザル。
偽物の話出たら星子さん調子いいね。さあ第2ラウンド、ゲージ状況お互い五分から、あージャンプ発信に出なかったかな、あー中段当たっちゃうけど逃げること成功、しかし前ハイスラー落とし、マンブレかわさになって悩み、あーバックダッシュして技をしちゃいましたね。ポルト出ないフレームあるんでね、確かね、はっきりと覚えてないけど、エンエスダウロ入れ込みきっちり素晴らしい中段をバックセ回避失敗。さあ霊界すると後がないぞ、空投げ素晴らしい、起きてめ、ここでガードバーソー、シャガイス立ち合い、ああバイザー失敗から、しかしここでガードバーソー、マイハイもう攻めるしかない。さあどんだけくじいるんだよお前、中段ガード、空投げ失敗、きっちり置いてありましたね、素晴らしい。ブライダルワンチャンあるか、ジャンプ D でダウン取って突き上げヒット、これは痛い、しかしコンボ失敗、今のは難しいですね。さあ最後はクーダ S、 剣持ちクーダ S、 Here comes the daredevil。つまりヒコニャンを応援すればホッヒーの勝率が上がるのではと。どうですかねヤバさん。あ、聞いてなかった、あ、失礼しました。さあ、大将 AB ヤバさんは僕の話を聞かない人ということにちょっと任命しておいたんで。お、あ、終わりました。え、ロイさんチーム負けました。はい、じゃあ、ゲノチューさんのチームかな、ロイさんのチーム負け、うん、だから決勝進出かな、うん、はい、すいません、ありがとうございます。マイケル前に出るが確定、エンエスヒートエクステンド、結構減った、オキメヒートし、おー立ち合いカウンター、立ち合いからのきっちり2段ジャンプしましたね、素晴らしい。スライドヘッド2回から下段ガード、デゴピン、あーポチョムキンバスター、これはロマンして前ハイ、前蹴前蹴、あコンボミスったからの空投げ、 FB さんでもああいう判断ちゃんとしてますよね、素晴らしい。あ、でもロイさんが怒ったらごめんなさい。おいしい、これはきっちり素晴らしい、空中ダッシュまでつなげてジャンプ8にバーソー、ダウロで拾ってゲージモリモリ溜まる、起き止め中断、素直な中断ですね。下段ガード、下段ロマンから攻め継続、おっきっちり機関しますね、素晴らしい、剣設置機関かな、ICBM、 おーつ、あれ捕まんねえか、まだ生きてる、攻め、さあロイさん拍手。さあ1-1リーチ、ジャンプ置いてあった、あージャンプ KP 両方除去してポーチョ向きました、あーこれ金馬失敗かな、しかしラムレザル戦すごいうまいですね、 FAB さん、エンエスめっちゃ光ってるよ、怖い、ジャンプディか、カウンターヒットしてたってことは手出しちゃってたね、しかしここできっちり確定バーサーから出すと、これピオルか、てかその前に死んだんじゃね、あーとコンボ失敗、まだあるぞ、シャガイス当たんない、あーって本人が言ってたよ。わーって高田 FAB ポチマキン、さあロイさん苦虫噛みつぶしの顔してる、この、ね、FAB さんの試合の時のねロイさんのやっぱリアルの表情いいっすね。あのすごいあの気合い入ってる。すごい気合い入ってる。さあ中堅、レレクのポンド回ですね。
さあちまちまと空中3で嫌がらせてくる。お、あ、そうですね。お、ジャンプティー期間からジャンハイ、今の確定っぽいな。なんか確定バークスラッシュ払い、前に出る。めっちゃ光ってる、怖え。見せかけ見せかけ、前かしって、あのすげえロイさんのあれ聞こえてる。ベイパー割る、ま、素晴らしい。お、危険したことでヨコピン弾けてない。あー、きっちり金筋込み投げでしたね、素晴らしい。グリードガード、しかしカクランちょっと迷ったか。まあ、ちょっと持続部分もあったんでね、カクランちょっと判断難しかったでしょう。回のグリードね、そう持続でガードさせるっていう位置もあるんでね、カクランがちょっと変わっちゃうんですね。そうするとあー、デコピンカウンター、前ハイハンマーロマンから前ハイ前系ガイガンプリットまで。さあロイさん首をかしげる。リターンが違うね、なるほどね、確かに。確かに。お、メガフィスト素晴らしい。ハンマーの射撃かみ合う、レバー警戒かな。あー、暴れ失敗、バースト失敗、しかし諦めてレバー越せた、素晴らしい。ボチョバス読みのバックステからのクーダッ、スタンキーか、そして空中出し通って置き攻め、暴れ潰し、足払い暴れ。 FP さんこの足払い、足払いっていうかね、その暴れ方すごいうまいですよね、やっぱり。なんかすごい横島のあれが見えたと。ロイさん、あの褒めるためにこっち睨まないで。あの一応実況なんで公平にね。あー、すぐそれー、半ブレ持ちます。うん、惜しい惜しい、確かに惜しい。イエス。ポチョ戦はうまい。ロイさんよりポチョ戦はうまいというあの評価をいただきました。素晴らしいです。あ、でもね、相手 FAB さんですからね。さあこれで対象戦ですね、行きましょう。 FAB vs ジョニオ。おー、開幕捨て投げ。ジャンプディポジョムキンバサー、あ、ヘッダーシャーガー、あ、繋がないか、おいしい、きっちり。これダウン、あ、これはバースト系がもあるのかな。そうですね、確かにあそこバース落ちたくなるポイントでもありますし、スライドヘッド、そう避けて、そしてフォートを離しましたね、素晴らしい。これ投げ素晴らしい、さっきは素晴らしいしか言ってない。これまたロイさんに睨まれるやつや。しかし全然ワンチャケンないか、あーっバース失敗、ほほほほってバース失敗するだけで喜んでるよ。スライドヘッド、サイドヘッド、キンバースト、読みが冴えてる。俺のな、当たるか、キッチンフォルトしてる。デコピン、うますぎやろ、デコピンカウンター。あー、こんなところでデンジャータイム、どうする、これ浮かずに動けないよね、お互い。あー、前に出てきた。あー、ジャンピンモータル、しゃがみハイスラー。さあ、一本選手、ジョニオ、ジョニー素晴らしい、ナイスしゃが入ってる。言ったら調子よく本当にしゃがみハイスラー持ってきた。ミスファイナー、きっちり下段ガードしてる、しゃがみハイスラー。さあ、これ FP かなり苦しいぞ。スライドヘッド素晴らしい、しゃがみハイスラー差し返す。ああ、これは痛い、しかしコンボミス、ジャンプハイスラー、しかしダウン取れない。ロマンから前に出てポジションいきました。禁煙者が S 前系、半分前系、トリシューラ置き止め、
きっちり飛ばない、素晴らしい。デゴビマジかこいつ、あ、バースト失敗、これはやりおる。きっちりガイガンブリッドからのタッチパンエンエス、まあまあ、嘘今めっちゃうまかったでしょすばらしい、捨て投げ。さあここできっちりバースト前ハイに前目が育たせ、スライドヘッドダウン取る、エンエスきっちり確認してる、これダウン取れるか、ダウン取ってヘブンリー、これは掴む、判断が素晴らしい。しかしまだチームメーションに取らない、ジャンペース、あーこれは苦しい、食らってしまうとね、どうしてもね。おきっちりタッチパンで暴れている、やられたらやり返すと、下段刺さる、これ繋がってる、空投げ、デッドハング失敗、さあガードバースト失敗からの助け、立ち合いさまで、さあ上流さえていた、素晴らしい。しばらく見ないうちに随分とフォーマルになった。いやーすごかった、うん、やつは人間じゃないからいやロイさんのね発言いちいち面白いからね、本当にやつは人間じゃない、なるほど。さあさて、決勝戦ですね、これで配布から、勝ち上がってきた羽生さんと TKC さんとゲノチューさんですねと、ジョニオさんのチームですね。レッスン1だ、ジャックポットを狙うもんじゃない。ジョニー、ジョニー、ウィン、ウィン、ストレイク、レイク。随分と貫禄が出てきたな。大人の剣になった。だが、大人の負け方だ。何か別の力を隠してないか。いやー、ねえ、ちょっとFB さんの試合はちょっとやっぱロイさんに実況させた方がいいかなってちょっと思いましたね、僕。あ、そうですね、ティキシンちゃん、今日ジャムですね。なんでジャムって書いてないのこれジャムです、ジャムです、ジャムです。いやー、だってね、さっきのね、バースト対策っていうかね、きちんとロマキャンからのね、ガイガンの判断からのブリッド追加、タチパンエンエスって超うまいと思うんですよね。あの判断ってなかなかできないと思うんですよ。でそれをまあまあって言い張るロイさんすげえなと思うんですよねさあ、決勝戦いきましょう。1P 側が、ハネナファースト TKC ジャームゲノチューポチョ、 2P 側が、ホヒコラメドルポンドカジョニョジュニー、前方はポンドカイ と、ゲノチューポチョですね。あー、いや、いいはずなんだったんだけどね、今しゃがみ入ったらベイパー、これダウン取れるかな、取れた、足払い、素晴らしい、あ、かますか、はい、さあ、助け、これきっちり確定ですね。しゃがみ入ったらきっちりフォローとしてる、しかし、なぜかしゃが下段足場で食らってましたね今。さあ飛ぶの見越してしゃがみ早さ置いてありますね、きっちり前パターが失敗、しかし安く済んでいるパチバス失敗、てか投げ払いかな、分かんないけど。さあグリードお、きっちりセイクリテージまで、素晴らしい。タイプのヘッズポンドガイ、おー、ハンマーホールでぶっこんできた。今押せヒートナックル相手バーストガイガンブリッド、いかにもバーストスカリ確認ガイガンやってるんですが、あれ嘘だよ、ヒートナックルぐるぐるでエクセンスと勝手にガイガン出るんですよ、みんな騙されるな。なるほど、つまり俺たちは騙されていた。なるほどね、あ、ってことは昔からあんのかな、
いやでも昔ないよな、うん、だってロマキャンできないしなるほどね、うん、うんうん、なるほどね、うん、覚えとこう。スタジアムパイズの確定リッパ失敗、安く済んだ。しかしさあしゃがみ入ったら、あーっとしかしコンボ失敗、助け刺さる置き攻め、全部レンガルート。しかしフォルトちゃんとしましたね。バーッダストアタック、バースト警戒、なぜ警戒しちゃったのまあちょっとなんで警戒しちゃったのって完全個人的な意見なんですけども、ちょっと市場挟んでしまいましたね。さて、先発戦取っていったのは、今度回ですね。でもコンソメさん やっぱちゃんと調べてますね。てか知ってますね。あ、初めて知った。さあ、中堅先発戦となります、TKC ジャム対、ポンドカイ。開幕バックステ前ハイからの激凛ためだから強化激凛ですね。さあ競り勝ったのはポンドカイ。これはすごい硬い動きですね。きっちり対空、これしかしダウン取れない。しゃがみハイザー置いてある、バースト失敗、読んでいた。しゃがみハイザー、あらららららペーパー出そうとして強化チャージになるの、あるある。はい、チャポきっちりガードしますね。ちょっとかくってる臭い。さあ、さっきのしゃがみハイスラーがあるんでね。お、素晴らしい空投げ、上飛ぶんだろと。タイパン選手ポンドかい。たしき置いてある、爆笑が見えたね今。足場でうまい、今のダッシュ足場で素晴らしいですね。爆笑からの投げ、これはダウン取るでしょう。置き攻め、パスは使わない。あー、バス失敗。そうなんですよ、ここバスできないんですよね。妖艶から前ハイで締めて、あ、前ハイじゃねえわ、もっぱい、もっぱいって何、もっかい激凛溜めてから投げ。さあいいところで走れますね、素晴らしい。さあスタンキキャンから上落として、タイパタックが怖くてちょっと下がるしかなかったですね今。しかしちゃんと我慢してますね、素晴らしい。あー、美味しい当たり方した、きっちり確認してベイパーサスト、デタングル失敗。しかしカカン取れず、たしけ、今度たしけ強そうだな。ベイパーダウンにならない。あ、きっちり投げに来るところ暴れてる。スタンディッパロマンからジャンプ S まで。さあポンドカイ2立て、さあ、マピコ大将羽のファーストですね。さあファーストか、さっきもちょっと見ましたけども、あー、しゃがみ歩きながら、おーっと強化さんが当たってしまう。しゃがみハイザーが冴えているぞ、取り囲ですねこれ。おー、きっちり走る、素晴らしい。ダッシュしゃがみ S、 しかも結構痛い。中段ここでバス成功、裏待っていた。延々スローマンから前に出る、アイテム出して前ハイ、メテオもあってダメージいって、仕掛け暴れ潰し、しかし すごいですね、すげえ我慢してるな。あー、しかし最後は暴れ潰しの装填。
さあ一般選手の羽生放送ドリキャンからゴーイング始まる手ドキ攻めいいアイテム出す。あ、今度自分が自爆しちゃった仕方がない。爆弾の飛び道具判定で愛が当たっちゃったんですよ。お、ジャンプだ勝つ。ダンドって置き攻めデッドアングル、これだけ失敗。いやでもいい判断でしたね。ドリルキック、しかしスタンキーからあー補正切りダストになっちゃったから、でも足場でミスかな。しゃがみハイスラーがめちゃくちゃ冴えてますね。爆生、あー正解ですね、素晴らしい。前ハイ、しかし飛んでいる。3-1、しかしチョコ取って体力回復した。クエ投げグリードガード、しかしかかん取れない。前ハイを、あーピンバスカッション、足場で割り潰し、ベイパー失敗、しかしガード間に合ってる。おお、3H の残りがが当たる。ついでにジャンプ系も当たってますね。ジャンプ系が先に当たったかな。しかし金バーストを使った分でね、ちょっとバーストがないんでちょっと苦しいかもしれないですね。このゲームバースト当てるのすごい大事ですかね。そしてしゃがみハイスラーバースト警戒、うまい、きっちりダッシュしますね。クエ投げ、あー割り釣り成功。さあここで前銀バースト、今度はきっちり裏回りもガードしません。あーこれは確判シェルから置き攻め投げてどうする、前ハイスラー攻め継続、あーベイパー失敗、あーなんかある、親なんて飛んで、お、キッチンガードしてる、素晴らしい。あーっと、これはバース成功。あー、空中ガード不能なんです、その技そう、ね、実はマイクさんも最近まで知らなかったんですけども、そう、あれは空中ガード不能なんですね。いや、でも素晴らしい試合でした。いやね、ついね、やっぱ表裏のドアがあるんで飛んじゃうんですけども、飛ぶときにちゃんとフォルトしないとダメなんですよね。さあ、中継でいくのはジョニオ、ジョニー先ほど素晴らしい試合を見せていただきました。さあここでバーストミスマイナー、あーチビが邪魔をする、ハンマー当たる、おドリルキックを前ハイ避けて、あーすごいイグザードって感じの試合。ゴーイング攻め、下段ガード、しかし足場でやったちまうか、あーなんか勝手に表裏になってた。しゃがみハイザー000から打ち上げてもう一丁、おいーすと最後の羽生のファーソー、フォルトはできますよ、フォルトはできます、空中直下はできません、フォルトは離なきゃダメです。さあレレレからゴーイング、さあここでバーストが待って1位確定バーソー。さあ見る見るゲージがなくなっていく、ジャンプ D カウンター、しかしレベル1なんでちょっとリターンが少ないですね。お前まずジャンプリスト CV 素晴らしい、ジャンプアイスラ、ジャンプアイスラ対策っぽいですね。あーゲージねえよ、しかしダウン取れない、ジャンプ系カウンターから ADR ジャンプハイサーまで、送電、あ今の送電素晴らしいですね、いい暴れ潰しでした、あそこ暴れたくなるところですからね。レレレが刺さる、打ち上げてゲージ回収、ジャンプハイサー、あもう本当はミスをロマンしたかったんでしょうね今のは。
当たってたら。これ当たる？もしかして当たー、当たんなかった。いやでもね、実際確かにやらない判定あるんでね。しかし中段バース成功。さあ嫌なアイテムいっぱい出てる、本当に嫌なアイテムいっぱい出てる。装填青から、青じゃねえわ青っていつの時代の話してんだよお前。ミスファイナー、さあ最後暴れ潰し、ミスファイナー、コイン1枚残して、珍しいですねジョニオさんがコイン1枚残すっていうのは。あ、またしまう前パン、ダウン取る。あ、コインが出ない。暴れ潰し。すごい KOF っぽい置き攻めするな。さあ、ジョニー落ち着く時間。おーっと、前パン取れる総裁。ここで。あ、これ怖い。めっちゃ怖い。前ハイ、キチロマシン、もう当たる、前ハイ、素晴らしい、いい判断です。ここでしかしバースト、素晴らしい、キッチン投げ釣り、おっとバース成功、ちょっと危なかったか、中段ガード、レレレ、空中カウントヒット、ドリルキック、投げ暴れ潰し、ゴーイングまで来ている、キッチン暴れている、素晴らしい。さあ最後の25になるか、ゲナガド、あーしかし確認できなかった、キッチ助け暴れからのジャンプ系まで。いやでもしょうがないです、さあそして対処でいくの星コラムネドル、ヒコニャンが見てるよ、ヒグマニアが見てるから大丈夫だよ。さあ行きましょう、大将戦、羽山バーサスホヒコ。さあ初戦も読み負けてバースト失敗からのジャンパイズラー。おお、なんでそんな当たり方するのてかなんで当たったの今ドリルか、なるほど。おお、前歯当たんない、今しゃがめ歩きしてたしゃがめ歩きしてた、きちり空中ホールドしてますね。さあ、ホイコさん辛そう、ファースト戦苦手って言ってましたからね。さあ、冷静にしゃがみ系、円安ダウロから、4ゲージ目、置き攻め、どっちか分かんねえよー、また端に追いやって、さあここでバーソー、あーやってしまいましたね、しかしチビが守ってくれた、レレレ、ここできっちりタッチパン、しかしダウン取れない、おお素晴らしいダッシュダウロ、クーダー読み読みでござるって感じでしたね。さあ11、おいしい、エンイエスタッチ、なんであの距離でエンイエスになったかよくわかんないけど、シャーガイスからきっちりダメージを稼ぐ、シャーガイスからダメージ 80?70 だっけ、忘れたけど70ですよね、そう減るんですよね、そう中段ガード、しかし有利フレなんです、置き止め、ゲナガード中段をブリッツ、ブリッツ返し成功、 KKK、 はい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 、じゃなかったです、まあいいや、ダストガード、しかし有利フレから投げて置き止め、ブリッツ失敗、きっちり冷静でしたね、2段ジャンプ K からのゲナマネということで、優勝は、星子ラムネドルポンド会ジョニオジョニーチームです、おめでとうございまーす。見せたくないから正体を隠してる。どうして自ら道具になろうとしてる。
いや、めっちゃ嬉しいですね。今日はあの手伝ってくれるセンドゥさんやロイさんやヤブがいたおかげで、あのチーム戦できたんで、すごい嬉しいですね。あの いつもなんか2人に任せて出番だったり呼んでだったんですけど、今日は割と3人でちゃんとチーム戦してみんな活躍できたんで、ちょっとマジで嬉しいです。はい、というわけで、まあ、そんな、なんで俺の優勝会見みたいになってるかわかんないですけども、本日の優勝チームはホヒコラムレゼルポンド会ジョニーチームとなりました。おめでとうございます。なんか変な感じで気持ちいいですね。はい、この後は A 問題、配信台となりますので、ぜひ皆様ね、閉店まで、ご覧ください。そして、現在、ミカド展開チーム同会、投票枠エントリーじゃないよ、投票を、行っております。期間は2週間、中間発表が、今週の土曜日にありますので、ぜひぜひ皆さん毎日ね、ツイッターアカウントで1日4票入れることができます。17名のプレイヤーからどれに入れるか、誰に入れるか、本当に悩む人選というか、参加者となっておりますが、ぜひね、自分の見たいプレイヤーに、投票してあげてください。よろしくお願いいたします。投票ページはですね、こちらになりますので、よろしくお願いいたします。 OK、 そう、はい、というわけで本日の大会終了となります。こちらの URL が何でしたっけ、投票用フォームとなっております。よろしくお願いいたします。